こんにちは、熊澤でございます。えー、本日はですね、なぜ僕が Waves のプラグインばかり使うのかについてお話を、えー、していきたいなぁと思っております。あのー、僕自身ね、楽曲をこう作ったりだとか、えー、ミックスしたりだとか、まあそういったね、ことをしておりまして、それがまあ仕事になっていたり、えー、個人、自分自身のね、楽曲をっていうところにもなってくるんですけれども、まあその、いろいろ皆さんね、あのー、どうしてもこう、内部完結、 と言いますか、えー、っと、まあ、あのー、まあ、ITB って言うんですけどね、In the Box って言うんですけれども、DTM と言いますか、もうパソコンの中だけで、えー、楽曲を作るというか、まあ、レコーディングをするであるとか、えー、ミックスをするっていうのを、全くですね、えー、っと、外に一度音を引っ張り出して、するっていうよりかは、中で完結されている方の方が、あのー、多いんじゃないかなと思います。これなんでかっていうと、 えー、いわゆるそのアウトボードですね。えー、ハードウェアを使って、えー、ミックスをするっていうのって、まずやっぱそのハードウェアを買わなければいけないので、例えば EQ、コンプ、えー、リミッターとかー、そういったものっていうのは、まあ、いっぱいあるわけですよ。えー、で、例えばそのね、SSL とかニー v のいわゆるミキシングコンソールとかも含めていけばアウトボードってまあいっぱいあるんですけど、まあやっぱ高いですよね。コストがかかる。うん。 えっと、高いっていうのは導入時点でも高いし、やっぱメンテナンスもしていかなきゃいけないわけですよね。うん。なので、やっぱ高いわけですよ。うん。ランニングコストも、まあ、結構かかると思うんですね。電気とかっていうところでも。で、やっぱ手が届きづらいっていうところもあって、やっぱ僕らどうにかして、えー、内部完結する、内部完結することで、えー、楽曲を最終的に、えー、リスナーのもに届けると、えー、いうことをするわけですけど、あのー、 その中で、やっぱり必要となってくるのが、えー、ソフトウェアで、えー、そのハードウェアに変わるものっていうことで、えー、いわゆるプラグインですよね。うん。でいろ、まあ今本当にいろんなメーカーあると思うんですけど、あのー、じゃあなんで僕ウェーブスしか使わないのっていうか、もうウェーブスしか使ってないんですよ。本当に。本当にウェーブスしか持ってないんですね。じゃあなんでウェーブスなのっていう、まあウェーブス以外も持ってますよ。 あの例えばそれこそメロダインとかピッチ編集のソフトねあとビンテージウォーマーとかあの持ってますただ、あのー、それ以外っていうのは本当ウェーブスしか持ってないですねうん じゃあなんで WaveS しか使わないのみたいな、あのー、ところがあって、つか、あの、純粋に自分で疑問に思ったんですよね。そういえば俺 WaveS しか持ってねえな。で、結構その音楽の動画を出すときに、結構コメントで、あの、こ、ここのメーカーのこういうプラグインを実は最近買いました、っていうご報告をいただいたりとか、あの、ここのこういうのも結構、あの、すごくホットに、あの、音を作れるよ、みたいな感じのこととか、結構いろんなことを教えていただくこともあって、俺そのメーカー知られえな、みたいな。 で、僕が w ェ b u s 以外で知ってるメーカーって、さっき言ったそのメロダインのね、セレモニーとか、えっと、アイゾトープとか、あと何俺知ってるブレインワークスとかね。えー、っと、あれなんていうの ?Mac DSP っていうの ?MC DSP っていうのとか、えー、っと、ね、あとはね、あの、ファブフィルターのところもうメーカー名がわかんないし、あの、そ、ほんとその程度なの。俺あの、あんまりプラグイン沼にはまらないんですよ。 そう。で、えー、まあ、そんなことも、こう、あって、俺、マジで Waves しか使ってないなって思ったんで、まあ、ちょっとそのね、理由を考えてたんで、まあ、いろいろちょっとお話ししていきたいなと、えー、思っております。はい。で、まず、えー、っと、Waves しか持ってないなと思って、なんでだろうって考えた時に、なんか、まあ、一通り何でもあるっていうことなんですよね。やっぱ、すごい老舗のプラグインメーカーなので、 なんか、ね、言ったらね、カメラで言うとキャノンみたいなイメージなんですよ、ウェーブスって。あの今、いろんなメーカーあるでしょ、カメラメーカーって。えっ、ー、と、ソニーとかパナソニックとか、まあ、あの、富士フィルムとか、えっ、ー、と、オリンパス、それからペンタックスんで、えー、キャノンニコンっていう感じで、一眼カメラメーカーっていっぱいあると思うの。で、デジタルシネマメーカーで言えば、あの、アリとか、レッドとか、まあそういうとこもあるわけなんだけれども、写真において、 これちょっと話ずれてますけどね写真においてやっぱキャノンとニコンってもう,もうほんと3 4 0年の歴史があってそれこそフィルムの時代から写真を撮るためのカメラということでこうしのぎを削ってきたわけキャノンとニコンっていうのはでそこの中でやっぱ写真撮る上で必要なレンズってこういうラインナップだよねっていうのがもう出尽くしてるんですよだけど あとお家入ってきたこうパナソニックとかニコンとか他のメーカーっていうのは、ちょっとやっぱレンズがまだ豊富じゃなかったりするんですよね。うん。で、僕キャノンのレンズを使ってんの。で、カメラはキャノンとパナソニックを使ってるんだけど、両方このパ、キャノンもパナソニックも両方キャノンのレンズを使ってるんですよ。なんでかっていうと、必要だと思うレンズがもうすでにあるっていう状態なのね。で、キャノンでも、 最近また新しいボディっていうのが出て、その新しいボディには、レンズとボディを接合する部分をマウントっていうんだけど、そのマウントっていうのが新しくなっちゃったもんだから、まあ新しいレンズを買うか、あるいはマウントアダプターっていう変換器具をかませることで、従来のキャノンのレンズをつけるかっていうことになるんだけど、まぁ、あ、何とか置いといて、とにかくレンズラインナップが豊富なんですよ。もうなんか一通りある。必要にして十分なラインナップがあるんですよ。 それと近いなって思って、なんか、必要だなって思うものが、もうあるっていう感じなんですよね。で、Waves に比べると新進気鋭のプラグインメーカーっていうのがいっぱいあるので、なんか今まで手に、手が届かなかったところに、こう、リーチできるプラグインっていうのがすごく増えてきて、例えば Waves でも Z ノイズとか、そういったそのノイズを、 あの、低減させたり、なくしていったりできるプラグインっていうのはあるんですけど、それに対して、アイゾトープの、やっぱ、あれ、RX シリーズとかって、やっぱ精度高いのね。うん。なので、そういったとこも踏まえて、新進気鋭のプラグインメーカーっていうのも、まあ、一つ注目しておくべきかなと思ったりするんだけど、なんか自分のワークフロー的に、なんか、うん、ウェーブスでこと足りちゃうなっていうところ。で、えっと、僕は最初、ウェーブスの、 あの、ホライズンっていうバンドルを導入してるんですけど、マジであいつあれば、なんか一通りできちゃうんですよね。なので、なんかあんまり他のメーカーとか新しいプラグインにこう飛びつきたいなって思うことが減っちゃったっていう、うーん、ことですね。うん。で、二つ目としてはね、やっぱり、ね、さっきも言ったんですけど、沼にはまりづらくなるんですよね。うん。なんかウェイブスで完結できれば、なんか沼にはまらなくなる。 なんかそれこそその EQ イコライザー1個取ってみてもいわゆるその、えー、とパラメトリック EQ っていうね割とこう無段階にあの可変式であの周波数帯を選べたりとかする、えー、プラグインっていうかその EQ っていっぱいあると思うんですけどうっとなんかそのもっと Q カーブが鋭くできるものとか,、まあ、なんかいっぱい選び方ってあると思うんですよ。 でも、ウェイブスって、最低でも HE Q、HEQ RE、REQ、えー、っと、Q10、かなうん。この3つで、それぞれキャラクターが違うので、それだけで良かったりするのね。これ僕の個人的な感覚ね。だったりするから、なんかそこまで悩まないというか、っていうか、まあ、今まで自分が使ってきた歴がある、 上での選択になっているので、まあなんか、それはそれで、あのー、いいかな、みたいなことだったりとかしてるんですよね。で、それをしてると、なんか沼にはまりづらいんですよ。だよさっきのレンズの話じゃないけれども、カメラのレンズもレンズ沼っていうのがあるんですね。うん。例えばその、 最初ズームレンズ買ったけれども、こっちのメーカーのこの単焦点レンズを買ってみて、ああ、これ素晴らしいなと思ってみたら、今度オールドレンズにはまり始めてみたいなことで、あの、沼的にどん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 はまっていってしまうっていうのがあって、プラグインも沼があるんですよ。<laughs> 絶対に存在すると思うんです。で、一時、その僕が沼にはまってた時期っていうのは、そんなにプラグインの数が多くなかったんですよ。だから、ウェーブスの中でハマるというか、感じだったんだけど、 あのー、今、ね、僕はあんまりないんですねうんなんか新しいプラグインが出たみたいな感じでなってもなんかいやでもなこれでできるしなみたいな感じになっちゃうんですようんであのー、オーディオインターフェースでアポロとかすごい人気じゃないですかであれって DSP プラグインがあるから UAD プラグインかうん DSP を使った UAD プラグインがあるからあのー、人気なところもあると思うんだけど なんか僕あん、僕はあんまりアポロに、こう、魅力を感じないんですよね。それなんでかっていうと、なんかす、それでよくねってなっちゃう。もちろん多分使えば、あ、こっちの方が音いいな、みたいな。その、ざっくり、ざっくり言って音いいなとか、立体感が、とか、もしかしたらあるかもしれないんだけど、あの、先輩で使ってる人もいるんでね。あのー、レコーディング現場で、あの、アポロのはっちゃんのやつとか、使ってる人もいるから、 だだからあのいいんだろううなと思うのその人もすごいおすすめしてたから使えばーなんて言われたこともあるぐらいなんでまあちょっと興味がないわけじゃないんだけどでもプラグインとして保有してるものの中でな完結できてしまってるっていうところがあ,のあるっていうのが1個ポイントなんだよね。うんであとその僕は結構アナログモデリング系のプラグインをすごく多用するんですよ。あの コンプレッサーでもデジタルコンプよりかはアナログコンプを使うことが多いんですね。で、アナログコンプとかアナログ EQ って、まあ考えようによってはものすごく大雑把なんですけど、まあもう一側面としてはその大雑把な理由っていうのは必ずあるはずなんですよ。適当にあのー、周波数帯域を決めたりとかアタックタイムを決めたりしてるわけじゃないはずなのね。そんなことを、その適当に決めてたら 今でもなお使ってる人がいるわけがないじゃないですか。そういうところも踏まえて、やっぱりその理由があるっていうところで使っていけば体感があるんですよ。っていうところもあるので、あの結構アナログモデリングプラグインを結構使うんですね。で、使う理由としては、その大雑把さが良い。悩みづらいっていうところと、まあ、あの音楽的にツボをきちんとやっぱ抑えてるなっていうところ。 そして、えー、やっぱりその倍音が乗っかるっていうところですね。うん。やっぱりそのデジタルレコーディングをしていると、僕は基本的にマイクプリアンプとかアウトボードで準備してないので、本当にあの、オーディオインターフェースに直座ししてるんですよ。で、じゃあこれが悪いことかって言われると、うんと、僕は悪いこととは思ってないんですね。もちろんハードで、え、プリアンプでニーブ系とか、え、コンプで、え、ウーレイの1時76系のコンプを通して、 えー、録音するっていうこともその何ていうのかな価値は知ってるのでいろんな現場で見させてもらった音出音を聞かせてもらっていることが多いのであのその価値自体にはもちろん気づいてるんだけれどもじゃ自分のフィールドでやるときにそれが実現可能かって言われるとちょっと厳しいですよ、うん、なので、えー、っと僕はアウトボード使ってないですオーディオインターフェースのプリアンプで、えー、っと入力原因を上げていると で、なるだけピュアに撮れるようにしてると。で、使っているのがと、クワッドキャプチャーっていうオーディオインターフェースなんですけど、かなりピュアに撮れます。このオーディオインターフェースは。うん、で、そのピュアに撮った状態で、えっ、ー、と、そこに対して、いわゆるその、僕はリアンプをする感覚で、えっ、ー、と、ヘッドアンプ系のプラグインを挿したりとか、えー、鳥のコンプで鉄板の1176 11系の、えっ、ー、と、コンプを通して、 で、レコーディングしてるって感じ。だから僕はレコーディング2段階ある感じなんですよね。うん。それは、えっと、マイクで撮るボーカルとかギターとか、それからエレキベース、エレキギター、それからソフトウェア音源で使ってるようなピアノとかブラス系とかストリングス系とかも、例えばじゃあミディデータを作りました。演奏データを作って、それを、やっぱ一旦、レコーディングを前提としてリアンプして、 えっと、パラデータを作っていくっていう。ナルチトラックを作っていく。っていうと,ところをするんですよ。だから、オ、OK、ケのレコーディングも、実際にここにストリングスの演奏者さんがいるわけじゃないんだけど、ソフトウェア音源に演奏してもらって、で、それをパラデータにするっていう段階が絶対にあるので、で、オーディオ化するっていう、あの、工程が絶対にあるので、そこで、まあ、リアンプするっていう感覚で、えっと、レコーディングをしたりするわけ。 で、そうすることによって、まあ、その、可能な限り、ホットトーンというか、あの、すごくこの、なんていうのかな、あの、楽器特有の温かみっていうのがそれぞれあると思うので、それをこう実現していこうと、まあ、するわけですよ。で、その時に、えー、ウェーブスのプラグインであれば、僕がレコーディング現場で見てきたような、あの、ハードウェアの、 えーとモデリンンググのプラグインそれからまあ見たことはないんだけれどもそれこそあのウェブスで言えばアビーロードとかねアビーロードコレクションっていうのがありますけどあのビートルズのレコーディングスタジオでおなじみのアビーロードスタジオのいろんなプラグインとかが使えてしまうわけですよ。うん、でまあもちろんその電源がアーダーコーダーみたいなこともあると思いますけれども。 そういいったたところで、まあ、リアンプみたいなことができるわけなのでじゃあそのいわゆる内部完結をすることが果たして正しいのか正しくないのか、えー、アウトボードを使うことに対して、えー、っと必ず劣るのかって言われると僕はそんなことはない気がしますもちろんアウトボードって知らない人にとってはなんかその音楽業界の都市伝説みたいに捉えられてしまうケースもあると思うんですけどやっぱアウトボードはアウトボードでやっぱり素晴らしいですよ。 だけど、コスト感を考えたときに、やっぱ内部完結ができる。それ同等に使えるっていうところで突き詰めていくのも、一個この時代においては、重要なことなんじゃないかなと思ったりしてますね。うん。で、じゃあなんでウェーブスを使うかっていうところのまとめに入っていきますけども、やっぱ何でもある。<laughs> うん。何でもあるっていうのが強いです。うん。で、僕も、 コンプリートしてるわけじゃないので、<laughs> まだまだ持ってないのありますよ。僕の場合、ホライズンバンドルを買った後に、SSL コレクション、アビロードコレクション、API コレクション、で、単品で F6 とか、シェプスの73とかを入れてるぐらいだから、まだ持ってないプラグインっていっぱいあるんだけど、なんか必要性を感じて今のラインナップになってて、 なんか、それでこと足りてしまうという感じ。で、じゃ、このこと足りるというところが、えー、進歩したいというところに、何かその邪魔をしてるんじゃないかっていう風に疑うときもあったりはするんです、自分自身。だけど、やっぱりさ、その、まだ多分そのプラグインでもできてないことがあるっていうのがあるので、あのー、そこはね、 その進歩を止めたいと思ってそうしてるわけじゃなくて、持ってるプラグインで果たしてどこまで何ができるのかっていうところを突き詰めていくのも一個その重要なことなんじゃないかなっていう。それのプラグインコンシャスにならないっていう意味合いでもやっぱ持ってるものでどうにかしていくっていうのが重要なんじゃないかなっていう風に言い聞かせてやってるみたいなところかなと思います。はい。 そんなところかな。うん。なので、ま、これからプラグインをどんどん買い増していこうっていう方に対して、やっぱ思うのは、あの、EQ をと、EQ 一つ取っても、コンプ一個取っても、リバーブ、ディレイ一個取っても、やっぱいろんなキャラクターを持ってるプラグインがいっぱいありますので、あすごく悩まれることと思いますし、それこそブラックフライデーとかサイバーマンデーとか、その、ちょっとね、安く買える時期になると、散在してしまう人も多いんじゃないかなと思うんですけど、 あのー、ウェブスいいよっていうところと、あとは、その沼にはまりそうになった時に、果たして今自分の手持ちのもので、これから実現したいと思っている何かその、ものが、本当に不可能なのか、そこまで突き詰められたんだろうかっていうところを考えると、あの、より、 沼にはまりづらいんじゃないかなっていうところを一つで、ね、情報として落としておいて皆さんと共有できたらなということで動画を撮らせていただきました。はい。まあ、多少でもね、参考になった方ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それからインスタ、ツイッターの、えー、努力じゃねえわ。ツイッター <laughs>、<laughs> ちょっとやばいんだよね。最近仕事がね、ちょっと多くて、すごく幸せなんですけど、頭が働かなくなってますね。はい。 えー、Twitter と Instagram のフォローもぜひよろしくお願いいたします。それでは、えー、またお会いしましょう。熊沢でした。